ちょっとお兄さん、落とし物。あ、落としたって何をです？何をって、まあいろいろあるんじゃない？両親とか罪悪感とか、どっかに落としてきちゃったでしょ。あ、なんだよてめえ。最近罠にはめた女の子がいるよな。ぼったくり店とつるんで120万の会計を浮かぶせた。何の話かわからねえけど。どの話かわかんないぐらい何人も騙してる。誰だお前。こっちはバックに登場会がついてんだ。それでも因縁つける気か。登場会ってあのヤクザの？ビビりやがって。もっと相手見て喧嘩売れ。登場会ならもうとっくに解散したろ。そんな名前出してビビらせよってのはちょっとどうかな。あんな、てめえやんのかこら。やめといた方がいいと思うよ。さっきのパンチで大体分かっちゃったから。ふざけんな。さっきは手加減してやったんだ。本気出したら瞬殺だぞ。後悔してもせえ。お前マジで知らねえぞ。分かったよ。じゃあこっからは本気なんだな。なんだ、はったりかましやがって。こっちも週一でジム通ってんだ。なめんじゃねえぞ。どうなっても知らねえからな。Expecting that fight to be quick so we can watch that one together. Ah! Oh! Yoshiro-san! Kochi kochi! Tanomasu! What are you doing, Kosuke? Are you fighting something? This guy put a strange thing on me! あんた何なの？こいつはさ、うちの大事な客なんだよ。大事な客か。式の間のでしょ。なんぞ。おい、そいつは俺の知らねえ奴が知ってちゃいけない言葉だぜ。どこで聞いた？あんたらに用はないんだけどな。ムカつく野郎だ。やっちまうぞこら。 Bunch of freaking riffraff. I wasted my freaking thing because I did the EX boost first. こんなはずじゃ。くそ。やってやろうじゃねえの。 And the last stupid thing with the death. 待て。So not only is it, that was at least smoother.Left by left to dodge and show the people right here. This combo right here. So annoying. Jump overhead. I forget which actual Yakuza game it was. Wait. That's kind of stupid if I can fail that. I forget which Yakuza game it was. But the whole running thing was actually tied to, like just stamina bars like that. So if we're going to do it that way again, at least I understand what the ending of the run is.
もう終わり。お前に呆れるねえタボ。弁護士のくせに結局手出して済ましちまう。弁護士？嘘つけ。どこがだよ。矢上さんって探偵じゃなかったんですか？本業は探偵だよ。But I'm also a lawyer. 弁護士はまあ今も一応資格を持ってるってだけでさ。じゃあもしかして源田法律事務所の？そう、前はあそこで弁護士やってたんだ。で今は探偵向きの仕事を回してもらってる。今日みたいに。そういうことだったんですね。わかったか、康介君。うっせえ。じゃこれからじっくりと話聞かせてもらおうかな。あ？おう、車回してきてるぜ。仲良くやろうな、康介。ちょっとマジかよあんたら。こんなのやめてくれよ。なんか誤解してるって。康介くん、ねえ聞いてくれ。優子ちゃん、俺何にもしてないからさ。てか何なのこの人たち。優子って誰？私恵子だよ。 busted himself。 あれ嘘でしょ。もう信じらんない。康介くんさ、恵子さんにかかってる店の請求、あれチャラにしてもらいたいんだけど。そんなの俺に言われても。あと彼女がこれまでに払ってきた80万も返してもらう。そこにうちへの依頼料も乗っけてさ。はあ、バカ言ってんじゃねえ。ふざけすぎだろ。おら、女の子騙して風俗に送ってるやつが人にふざけてるとかどの口で言ってんの。カイドウ's not fucking around。よく言ったぞタボ。あ、俺のスマホ。ぼったくり店の番号出してくれる？え、花から店ともグルなんだろ。バレバレなんだよ。知らねえって。そんなの。そんなんでごまかせると思ってんのか。お前俺らが誰か分かってねえだろ。だ誰なんだ。うん、カムロ町の矢上探偵事務所だ。イエーイ。それって何？いやだから矢上探偵事務所だよ。お前名前くらい知ってんだろ。さあ嘘つけこの野郎。何とぼけてやがんだ。もうやめようか怪盗さん。うちもまだまだだよ。そうかあんたら。He's embarrassed just in case you didn't see that. 店に金返せなんてやめとけ。あそこの店長は同情会の筋者なんだよ。だからどうした。ちなみに俺も昔は同情会の人間だ。もう本家が解散しちまったのに何が同情会だよ。だから解散するまで同情会にいた人なんだって。ならただの元ヤクザじゃねえか。未練たらしく大門ちらつかせやがって。元でも相手はヤクザなんですよね。大丈夫なんですか。もちろん、うちはそっち系に強いのが売りですから。でどれがその店長の番号なの。でもさっさと済ませた方がいいよ。こっちの元登場会も怒らせたらマジでヤバいから。なんなら試してみるか。え、店長、今は店ですか？まあな。どうした？新しいカモでも見つけたか？お前最近いい調子だもんな。いえ、そんな。違うのか。じゃあ例の恵子って子はどうしてる？あれはどこで売っても稼げるぞ。いい具合にビビらせて。ケネよりうまく囲っとけ。最悪。
でも店長、あの子がもし金を用意してきたら、その時はどうするんです？ああ？そんなの決まってんだろ。まず持ってきた分はきっちりいただく。で、延滞料が足りねえとか適当な理由つけて、そのまま風俗へ直行だ。なるほどな。お前、なんかいつもと声違わねえか？お、さすがよく気がついたね。何？誰だてめえ？この声、よく覚えときな。後でそっちに行くからさ。恵子さんが払った金、全部返してもらいにね。うわぁ、これ超やべえって。気の毒だけど、やっぱ康介くんは最初からグル。恵子さんがいくら払っても、結局は風俗で働かされる。そういう計画だったんだ。あの、恵子さん、初めは確かに仕事でした。でも、今は本当に君の…Just punch me. Oh god, I hope I had to hit it. So, if I synced the video right, I said just punch him right before he punched him. So that'll be the ultimate test. When you watch that, hopefully I said the words before it happened, or I fucked up all in the beginning. I'm not going to edit the cheat, but I was very excited when that happened. ひとまず恵子さんには源田先生のとこにいてもらう。あそこなら安全だから。はい。一緒にぼったくり店連れてくわけにもいかねえしな。こっからは殴り込みだ。殴り込みって、お二人がヤクザの店に？今んとこそうなる可能性が一番高い。行こうか、恵子さん。源田先生の事務所、すぐそこだ。I will stop doing it after this. This is definitely Like a Dragon Like, because all the conversations in that were actually conversational like that, and not just me reading dumb shit. And that makes me happy, because I hate just reading the dumb shit. Genda 法律事務所は弁護士だった頃の俺の古巣。所長の源田先生は親とも言える存在の人で、神室町の住人にも長いこと頼りにされている。源田先生、あれ、お一人ですか？うん、沙織君たちは今裁判所に行ってる。よく働いてくれるよ、あの二人は。 She looks so happy still.That's good. I hope no one dies in this one again. I'm gonna hope for the best all the way in the beginning here. お邪魔します。ああ、この間のあの件、ぼったくりの。どうです？やがみの仕事ぶりは。どんな案件でも全力投球するのがこいつの取り柄なんですよ。ええ、本当にとても助かってます。源田先生、少しの間ここに恵子さんいさせてもらっていいですか？おお、別に構わねえよ。ちょうど暇してたとこなんだ。珍しいですね、源田先生が一人で留守番なんて。なんかでかい案件でも入ってるんですか？ああ、まあある意味じゃでかい案件だ。沙織君と星野君、二人がかりで担当してもらってる。もしかして殺しの弁護とか？いや、迷惑防止条例違反。ん？それって痴漢ってことですよね？ああ、2ヶ月ぐらい前にあったやつだ。駅のホームで逃げた痴漢が通行人たちに取り押さえられた。しかもそれが警官だったってんだから。世も末よ、テレビで何でも流れてたろ。世間の注目度って、そういう意味じゃでかい山だよ。Relive the groping now. ああ、そういえばありましたね。ネットで炎上してたやつ。確か通勤ラッシュの電車も止めちゃって。ひどかったですよね、警察官のくせに。恵
今日その判決が出るんだが、まあいい結果じゃねえだろうな。無理だっつってんのに被告人が記憶にねえの一点張りでよ。This vertical cam thing is dope. This is great. They put him on a leash?もう少し姿勢を正した方が。カメラローチです。Number one hostess。その態度でいいことは一つもないです。今さら、どうせも判決は決まってるんでしょうか。そういう問題じゃなくて、ただでさえあれなのに、本当印象悪いですよ。印象が悪いか。じゃあ裁判長も有罪だと言い渡しやすいですね、きっと。やけになってどうするんですか。まだ決まったわけじゃ。決まりですよ、有罪で。それはつまり全ての準備が整ったということだよ。え？さてここからが本番だ。ご起立ください。今日は判決聞かされるだけ。 Let's look on TV what happens. An explosion doesn't go off or a fire or something else. 星野君が僕も行きますって聞かねえもんだから。沙織さんの役に立ちたいっていうか、少しでもいいとこ見せたいんでしょうね。でも沙織君にフォローのいる場面なんてまずねえだろう。現実は厳しいな。ところで現役警官の弁護ってなんでここで受けることになったんです。おお、最初はよその弁護士が担当するはずだったんだ。カムロ署の御用達って先生がな。まあその時素直に罪を認めてりゃ依願退職と示談で不起訴になったかもしれん。不起訴？無罪ってことですか？まあ釈放はされちゃうね。今の話だと警察の首とセットみたいだけど。ああ、ところがだ、その警官は無実を主張するって聞かなかったんだよ。証拠揃ってんのにな。結果カムロ署御用達の先生はサジを投げ、まあ、その時たまたま当番弁護士だった沙織君へとお鉢が回ってきたんだ。そういうことでしたか。興味あんのか。いや少し待ってりゃ二人とも帰ってくると思うぞ。いえ、俺はまだ仕事がありますから。そろそろまた新しい依頼いただけるんならいつでも。相変わらずの貧乏性か。少しのんびりしちゃどうだい。仕事が趣味を兼ねてるんです。好きでやってることですよ。まったく聞きゃしねえな。じゃあ恵子さんのことお願いします。外に海藤さん待たせてるもんで。